ホイハイトンネル。はい、どうも皆さん、こんにちは。タツンです。いや、これ、コイハイトンネルって読むのかさ、なんだ、レンハイトンネルって読むのか、マジでわかんなかった。でも、コイハイトンネルらしいですと。あらすじを読みます。主人公、クダオは、幼馴染の女の子、サザネとタマオに誘われ、3人だけで心霊スポットと噂されるハイトンネルへ行くことになってしまう。ハイトンネルの中では、予想外の事態が発生し、甘くてドロドロの恋愛かけるホラーアドベンチャー。名前の癖。くだお、ささね、たまお。聞いたことがない。リアルで会ったこと一度もないよね。はい。で、恋愛かけるホラーアドベンチャー。いやー、神ゲー間違いなしでしょう。最高でしょう。はい。そしてイラストエッチエッチ。よし、それでは、初めからやっていきましょう。ニューゲーム。で、なんか右下になんか変な生き物いるな。え？これ最初からいた？何これっす？ああ、なんかメニュー画面だ。え、写真が可愛い。これ、てか今押すやつじゃない。ああ、始まった。びっくりした。ご注意。この作品はフィクションです。登場する人物、団体事件とは一切関係ありません。一部、グロテスク、ホラーの表現を含んでおります。苦手の方のプレイはお勧めいたしも大好物です。と。はい、やりましょう。これ、エンターでもいける？あ、エンターでもいけるね。進むかな。よし。あ、セーブロード、タイトル画面戻るなどの総合メニュー。あ、これ、メンダコ。右下のメンダコさんっていう謎の生き物、メンダコさんっていうらしいですと。はい。まあ、一番重要ね。この子がこのゲームにおいて一番重要。う、音がでかい。音がでかい。音がでかい。カーンコーン。学校かな？中学、高校？高校生かな？机とかなんもねえな。違和感すごいな。掃除中か何かですか？それはいつもの放課後。偶然教室の掃除を一緒に、あ、やっぱ掃除中だわ。行っていた幼馴染のタマオとサザネが僕のそばに近づいてきた。教室の中には僕と彼女らの3人だけで、すでに他のクラスメートは全員帰ってしまう。サボるな。掃除をサボるな。一人掃除をやらせる一番たちが悪いやつね。二人揃って僕に話しかけるなんて珍しい。一体何の用だろう。僕らの会話を邪魔をするかのようになり始めた放課後のチャイムが止まると、タマオが改めて口を開いた。どっちがタマオだ？おー、くすぐ。今度の土曜日、私たちとハイトンネルへ冒険しに行かない？すご！プロボイスやんけ。俺読む必要ないや。ありがとうございます。はい。最近発見された心霊スポットらしいんだけど、はいはい。タマオが行かないかって提案してくれてさ。右側がササネで、左側がタマオか。逆のイメージだったわ。楽しそうでしょう。そこに行ってし、ああ、全部、さすがに全部は入ってない。そこに行って写真撮ったり探索したり、肝試ししようかなーって思ってるんだ。いいですね。最近気温も上がってきて、蒸し暑い日が続くしさ、くだおくんもヒヤッとしたいでしょう。ヒヤッと。ねえ。僕、心霊スポットとか行ったことないし、そういう危ない場所には安易に近づいたりしたくないんだけどな。いや、ノリを尊重しよう、ここは。しかも、こんな可愛い女の子二人と行けるんなら、もう心霊スポット最高です。もし本当に幽霊と遭遇しちゃったら。普通に怖いじゃん。マジか、これ逆だよね、普通。女の子になんか、何、ビビってんのっていうのが男。逆な感じがしてるね。なーに、くど。もしかしてビビってるわけ？あのさ、この世にお化けなんているわけないじゃないの。もし本当にお化けが存在するなら、人間以外にも動物とか虫とかの幽体も目撃されてるはずでしょ？確かにね。ってサザネちゃんは言ってるけど、タモさんは個人的にいるんじゃないかと思う派です。キュピーンって謎の星マーク。お化けがいる世界の方が楽しいでしょ？確かにお化けいてほしいとは思うよね。もうタマオ、こいつの前でそんなこと言ったら来てくれなくなっちゃうじゃない。ムフフ、大丈夫だよ。いや、メンヘラそうだな、タマオちゃん。ちょっとな、雰囲気メンヘラっぽいよね。クダオくんは、幼馴染の顔弱い女の子が二人だけでハイトンネルへ行くって聞いたら、てか俺の方がさ、この二人よりなんか顔弱い感じで今漂っているけど、大丈夫？放っておいたりしないようないい人だもん。いや、ちょっと待って。そうやってさ、なんか拒否権をなくさせていく。頭良さそうだね。ちょっと、策略だわ、これ策略。幼稚園の頃からクダオくんのことをずっと知ってる幼馴染の私が言うんだよ。絶対間違いないって。ああ、幼稚園からの幼馴染か。いいね。いや、女の子の幼馴染なんて一人もいねえ。男ならわんさかいるけどな。私だって、幼稚園の頃からこいつのこと知ってるけど、ゴニョゴニョ。ね、クダオくん。で、そうなの、クダオ。こいつら。
そんなこと目の前で言われたら断れないじゃないか。ああ、もう仕方ないな。本当はめちゃめちゃ行きたくないけど、二人の頼みだ。ハイトンネル。一緒に行ってやれよ。よーし。おー、よっしゃ、ありがとう、工藤くん。じゃあ今週の土曜日、夕方5時、駅の改札前に集合ね。一応保護者には出かけるって伝えておきなさいよ。二人はご機嫌な笑顔を浮かべると、バイバイと手を振って教室を出て行ってしまった。心霊スポットに出かけるなんて大変なことになったな。こういう時ってお守りとか清めの塩を買って準備しといた方がいいのか、多分あんま意味ないよね、あれって。あれ意味あんの？マジで。知らない間に呪われたりなんてされたくないしな。とりあえず帰ってからネットで調べるか。めっちゃビビってるね。主人公めっちゃビビってる。女の子の方が気強いもん、完全に今のところ。やばい、見返さないとダメだよ。おー、駅の改札ですね。はい。何駅だ？ちゃんと都会っぽい感じ。約束の土曜日。時刻は午後4時57分。駅の中には仕事を終えて帰路に着くサラリーマンや、これから電車に乗って出かける若者たちで溢れていた。親には適当に友人と遊んでくるって言ったまま家を出てきたけど、まあ大丈夫だよな。うちの親は割とお気楽の放任主義だし、僕は結局私服姿にスマホと財布だけを持ってふらりと集合場所に到着した。思ったけど5時に心霊スポット行くの早ない？早くね？まだ明るくね？10時ぐらいとかさ、深夜ぐらいに行くんならまあわかるけど。二人とももう来てるかな？お待ってな、待ってないよ。今来た後、おー、エッチエッチですね。肩を見せてくるな、サザネ。やば、無防備すぎ？私服こんな感じなのか、意外と可愛いな。え、そんな滅多に、え？なんか思ったよりなんかあれだね。いっぱいなんか絡んでると思ったけど、そんな遊びに行くこと少ないのか。あれ、玉尾はまだ来てないんだ。何いや、そんなエッチエッチな格好してたら見るでしょう。私の服装なんかおかしい、まあ、おかしくはないです。玉尾じゃないから雑誌とか読まないし、女の子らしい、おしゃれとかわかんないの。いやだけど可愛いとは思う。おー、玉尾ちゃんは正当張ってく。やだ、メンヘラだ。一目でわかるメンヘラ。何何？玉尾のことを話してたの？違う。私も今来たとこ。そうなんだ。よかった。ムフフ。くだおくんも予定通り来てくれてありがとうね。ムフフが気になっちゃう。ムフフじゃなくてムフフってなんかちょっとオタクの感じがな。じゃじゃーん。今日は久しぶりに3人で集まるから、お気に入りのワンピースを着てみたんだよ。どうどう、かわいい。あざといな。いや、かわいいけど。二人ともかわいいと思うよ。てん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 。照れてますか？好感度上がる？じゃあ、早速電車に乗りましょう。ハイトンネル、こっからまあまあ、なるほどね。遠くて、電車に乗っていくと、まあちょうどいい8時とか10時ぐらいになるみたいな、そういう計算ね。どんだけ遠いんだよ。どんだけ遠いとこ行く予定なんだよ。3人で並んで改札へ向かう。普段は自転車か車の移動ばっかりだから、電車に乗るのは久しぶりだな。で、玉尾もサザネも、もしかして、僕と同じだったりする？僕たち、小中高って全部地元だったし、田舎なのかね？ああ、でも、そういえば、二人の私服姿を見たのは久しぶりかも。小学生の時はよく遊んでたけど、中学からは学校でしか会ってなかったもんな。三人揃って偶然同じ高校に入学したって知ってからは、また少しずつ話すようになったけども。でも、休日一緒に過ごすのは本当に、何年ぶりだろう。おー、かわいいイラストが。うわ！サザネちゃん、それ。電子マネーカード持ってるの？今時、いや、明らかなパスもだけど、持ってるでしょ。持ってないのかい？え、そう。今の時代、持ってない方が珍しいんじゃ。やっぱ田舎民なんだ。絶対田舎民だ。パスもくらい持ってても普通だもんね。みんな持ってるでしょ、多分。電車なんてそんなに乗らないもん。電車を使わない順守はそんなかっこいいもの持ち歩かないよ。ねえ、くだおくん。そんな大げさな。パスもかっこいいって思う概念。あ、ちょっと二人とも、発車のメロディー流れてるわよ。なんだって、よし、走るぞ。間に合うのか？うおー、すげえ。新幹線や、電車というより。え、これ電車？新幹線やろ。なんこの新幹線みたいな、なんか対面な感じね。横並びの、横並びっつうの、なんて言ったらいいかわかんないけど、みんながイメージしてる電車とは違うよね、多分。
僕たち3人が電車内に乗り込んだところで扉が閉まる。ふう、危ない危ない。これを逃したら次の電車まで何分待つことになるやら。俺の地元だとマジで40分とか待った。ふざけんな。はあはあ、危なかったねって言っても本当は書き込み禁止なんだけど、やめとけやめとけやめとけ。駅員さんが一番嫌うからね、それ。そうね、気をつけましょう。おー、かわいいですね、全体像。イラストめっちゃ綺麗。見よ、めっちゃ綺麗だね。うん、電車ガチャしたところで僕たちは空いている座席に座る。そういや、これから向かう心霊スポットは他県にまで行くのか。日帰りなんだよな。もちろん。日帰りまでさ、新スポ行く地元にないの？なんだけど、アイトンネルの中がどれくらい長いか、ネットに詳しく情報が載ってなかったから、もしかしたら終電帰り、もしくは朝帰りになっちゃうかな。どうするんですか？夜どうするんだい？超キモい。各自親に連絡しましょう。いや、泊まりはまずいですよ。3人で泊まりはちょっとまずいですよ。家族に心配かけるのは良くないし、野宿するわけにいかんしな。もしもの時はママとパパに迎えに来てもらうから、2人とも家まで送るわよ。うん、他県にまで来てもらうのマジで申し訳ないと思うや。お前調査さね、お前。何、なんか結構過保護な感じの親なんかな。おお、それは助かる。絶対来てくんないだろ普通。俺の親に深夜とかに来てくれって言われても絶対来んからな。僕の親結構早めに就寝しちゃうことあるからな。いや、そうだよ、普通だよそれが。さとねちゃんありがとう。じゃあその時はお願い。で、玉尾、その範囲トンネルのことだけど、もう少し詳しく教えてよ。うん、少し前にネットの掲示板で心霊スポット紹介サイトっていうのを見つけてね。好奇心でそのサイトを見てたら、今から20年前に使われなくなって放置されてる廃トンネル、恋別第二トンネルを見つけたんだ。ここが今回の舞台、恋廃トンネル。20年前に使われなくなった恋別第二トンネル。場所を調べたら、この電車で1時間半くらいの無人駅から、徒歩30分で行ける場所だったから、いや結構大変だね。自分たちだけでもたどり着けるなーって思ってさ。確かに私たちは田舎者だけど、夜の道を30分って大丈夫なの？ 30 分はちょっとめんどくさいよね。うん、確かに。その廃トンネルがもし人気のない森の中にあるとこだったら、行きはまだ良くても帰りは真っ暗で危ないんじゃ。まあ、地図上にはない山道を歩いてくんだけど、スマホの地図をちゃんと辿ってれば帰れると思うし。いや、スマホの地図は当てにしちゃダメ。マジ6人も信用ならんからな、マジで。いきなりなんかさ、一回転したりするからね。全く逆方向やんみたいなことあるから。ほら、みんなの分の懐中電灯を持ってきたからさ、暗くてもちゃんと道は照らせるよう優秀ですね。だから、懐中電灯主人公持ってきてないしな。大丈夫だよ、多分、大丈夫じゃないな。この感じは大丈夫じゃないな。相変わらず見積もりが甘いんだから、能天気。いやでもこう考えて計算づくなんだよ、多分。あははは。絶対ね、玉はね、計算高い女ですよ。でね、その廃トンネル、僕はもう途中から進めないようになっちゃってるらしいんだけど、なんとトンネルの中に恋愛成就の祠があるんだって。いや、なんでそんなものがトンネルの中にあるんだ。神社とこにあるならわかるけど、神聖なものがわざわざトンネルの中にあるってのか？トンネルの中に祠があるなんて聞いたことないわね。うん、それはマジで。でしょ？だから面白いなーって。どんなものか気になるでしょ？いや、別にもう神社とか言っとけよ、別に。まあ、廃トンネルで肝試しして、ヒヤヒヤしつつ、最後には恋愛成就のお参りができる。一石二鳥だよろれつ回ってないやん、お前。本当にたまおは怖いもの知らずね。おいおい、まるで今から遊園地へ行くのかってくらい楽しそうに話してるけど、絶対そんなにハッピーな場所じゃないと思うぞ。アイトンネル、本当に行っていいのかよ。たまおの危なっかしいプランに不安がよぎりまくるが、まあ、スマホがあればどこに行ってもなんとかなるだろう。僕たちは和やかに談笑しながら電車に揺られた。いや、絶対何か起こるよ。幽霊が出てきてくれた、くおえ。音うるさ、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 うららら。玉尾の言っていた廃トンネルの最寄りの無人駅を降りる。下車したのは僕たち3人だけのようだった。駅のホームから辺りを見渡してみると、
遠く向こうに古い民家がほんの数軒見えるものの、歩道には街灯が一つもない。まさに田舎の中の田舎だ。住むのにはかなり不便そうだ。こりゃ過疎化待ったなしだな。まさかこの辺一帯の家全部空き地とか怖い落ちないよね。もしそうだったら新しい心霊スポットとしてネットに登録しておこうかな。いや余裕だね。タマオが超強い。メンタル強強。それはやめときなさい。確かに空き家の不集落はホラー感あるな。いやビレッジだね。今流行りのバイオハザード。クダオも止めなさいよ。暗いですね。僕たちは草木で茂った山道に入っていく。気がつくとすでに日は落ちて空が真っ青になっていた。この道真っ暗じゃない。3人分の懐中電灯を持ってきてるよ。はいどうぞ。僕は玉尾から胸ポケットに引っ掛けて使用する小さめのペン型ライトを受け取った。お、小さいのにかなり明るく照らしてくれるんだな。便利だ。え、へん、ワークメンで揃えました。ああ、今話題のワークメンって何？作業用だから、ワークメンって何？作業用だから作りもかなり丈夫だし、8時間継続で使えるんだって。優秀だよね。8時間も絶対持たんやろ。8時間ね。そんなに滞在する予定はないがな。玉尾とサザネは手持ち型の懐中電灯を握る。よし。これで暗い道も進むことができるな。道自体は急斜面がなく、険しくない。でも一歩足を踏み出すたびにスニーカーが落ち、歯に埋まる。しかも地面は岩やら根っこやらで歩きづらい。まったく、なんて道だ。こんな場所絶対に誰も通らないだろう。しばらくの間、ガサガサと音を立てながら、三人で必死に道なき道を進み続けていると。お、コンクリートの地面に足がついたことに気がついた。チクチクするわね。あれ？ここ道路？でも車線がほぼ消えてるし、自動車が通りそうな気配なんて全然ないよ。玉尾から共有してもらったハイトンネルの位置マップをスマホで確認してみる。お、ちょっと待て。このまままっすぐ進めば。くだ、待ってよ。枯れた木々が空を隠すように覆う中、スマホが示す位置に向かって歩いてみると、なんだ、あ、トンネル来ても、おー、怖いね。なんで地蔵が並んでいるんですか、入り口に。いやー、ちゃんとしてるな。古代遺跡感すご。わあ、すごいね。すがくだおくん、ちゃんとたどり着けたね。いや、それなー。で、思ったよりインディ・ジョーンズ感強いからびっくりしてるわ。朝姉ちゃん大丈夫？怖くなっちゃってね、ビビってんの？ビビって、この中に。トンネル行くのひよってるやつでいる？まあ幽霊なんているわけないし怖くないわ。ほっとと祠を見つけて帰りましょう。そうだな、確かに実際に来てみるとこのハイトンネル薄気味悪いし嫌な感じがする。僕もサザネの言う通り早めに切り上げて帰りたい。オッケー、それじゃ早速入りますか。大丈夫なのかこれ。幽霊出てこい。いやもうなんかもはや出てきて欲しがっている自分がいる。三人で懐中電灯を照らしながらハイトンネルの中を見渡してみる。中の道は軽自動車一台が通るのがやっとというくらいの狭い作りになっていて、天井は低く電球は割れていて光一つ見えない一方通行か。足場は産業廃棄物が乱雑に捨てられていて、たまにゴミを踏んづけてはバリッと音が上がる。確かにここは適当に心霊スポットと呼ばれたとしても、なんとなくそんな場所に感じてしまうくらい気持ちのいいところじゃないな。なんか寒いわね。トンネルっていうか洞窟みたい。うふふ、ドワーフとか住んでそう。ドワーフが出てきたら、なんか気が楽。ドワーフはちょっとね、怖さをかけらもないよね。ドワーフって、恋愛成就の祠、一体どんな感じなんだろう。サイトとかには写真が上がってなかったんだよね。でもトンネルの中にあるってんなら壁の中に掘ってあるとかじゃなんじゃない？まさか道のど真ん中はないでしょう、多分。そうだよね。もし道の真ん中にドーンって祠があったら通行できないもんね。よーし。
いや、行き止まりになってるとかかな。わー、気になる。よし、私、祠を見つけたら、真っ先に写真撮って、ネットにアップする。きっとネット民も気になってるはずだよ。おいおい、そのモチベーションはどこから来るんだ。なんでやる気が出てんだよ。こういう玉尾みたいな変わったネット好きがウィキペディアを編集してんのか？っていうか、やっぱりトンネルの中ってかなり暗いし、懐中電灯を使ってもあんまり道の先まで見えないのね。ああ、そうだね。もっと明かりの強いやつにすればよかったかな。あ、別にこの懐中電灯でもいいのよ。道具の準備は玉尾に任せっきりだったから文句とかじゃなくて。うふふ、わかってるよ。ただねちゃんってば気遣い屋さんなんだから。うん。二人ともなんだかんだ物おじしてないみたいだ。僕はこんなにビビってるのに。トンネルの壁が古くなってボロボロになってるところとか、茶色い苔がびっしり生えてるところとか、見ているうちにだんだん人の顔に変形してきそう、なんてつい妄想してしまうんだが。二人はそんなこと思わないのかな？いや、俺がリードしていきたいところを選択肢が出てきた。はい、セーブしましょうか。これどっちかを選ぶかでなんかあれなんかだ。道が分岐するってことだよね。玉尾ちゃんで行こうか。玉尾怖くないのか。いや、急に顔近いな。怖いな。全然怖くないって言ったら嘘になるかな。でもこういう危ないことをするのってちょっとワクワクするっていうか、好奇心が勝っちゃうって感じかな。あ、だけど今回に限っては、宇田尾くんが一緒にいてくれるからすごく安心してるんだよね。あざといあざといあざといなんてね。こいつマジで、えへへ。そうか、僕がいるから安心できるのか。玉尾にそう言ってもらえると、素直にもう手のひらの上だよ、それ。完全に転がされてるよ。コロコロだよ、マジで。絶対計算通りだから、これ。トンネルを道なりにまっすぐ進んでいく。あと裏の顔ではさ、矢神ライトの計算通りってなってるから、絶対。まっすぐ。そうだよな。トンネルって言えば、一本道なのが当たり前。だもんな。なんですか？誰？分岐した。トンネルなのに道が分岐した。なんで洞窟やん、それも。思わず3人とも足が止まる。そう。目の前には真っ黒にぽっかり開いた2つの闇。分かれ道が出現したのだった。なにこれ？これは想定外だな。サイトには分かれ道があるなんて書かれてなかったし。どうするのよ。じゃあ。玉尾のことだから、二手に分かれましょうとか言い出す。言ってる。二手に分かれてみる。なんで孤立したがるというか、分かれたがるんすぐ。三人で行けよ、マジで。いや、一人になったものから消されていくよ、これ、マジで。二手に。だって、どっちに進んだら祠にたどり着けるのか分からないし、片方に三人一緒に進んで祠見つからずの外れ道だったら、時間の無駄になっちゃわないかな。俺はそうだけど、でも3人で行った方がいいんじゃない？俺はそうかもしらんけどよ。まあ、ここ誰もいないトンネルだし、大きな声で叫べば会話くらいできるかもしれないか。一人になるのはまずいよ。ホラーゲームにおいて一人になるやつは大体死ぬからね。それにまだここスマホの電波入るし、何かあったら来た道を戻って電話すれば3人で合流できるよ。確かに、幸いスマホの電波はちゃんと立ってるし、電話もネットも使える状態だ。二人の言う通り、ここで二手に分かれてみるか、どういう風に分かれます？グッドオンパーで分かれるか？いや、絶対。仕方ないわね。いや、ここからが肝試し本番ってことね。いいわよ、そうしましょう。いや、強いね。ただねちゃんが意外に強い。それじゃあ、くだおくん。いや、そうなるんかい。この先、私と玉尾、どっちと組んですよ。お前ら二人で行け。おー。なんでさ、こいつらなんでなんか俺と一緒に行きたがってんの？マジ？でさ、女子二人と俺一人で行くっていうさ、構図が一番平和的解決するのに、なんで女子を一人にするんだよ。で、なので僕は一人で行きます。てん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 。お前ら、何これ、急に目かっぴらくなよ。どうした？開眼するな。え？本当にそうするつもりなの？一
人で大丈夫？いや、俺がそっか心配されてるからそう。そっか、この中において一番なんかパワーがないの俺か。うん、だから二人で行くっていう選択肢になるのか。おいおい。だって女の子一人で片方の道へ行けなんて、そんなことできるわけないだろう、紳士。俺はそんなクズ王じゃないぞ。うん、これでいいんだ。正直ぼっちは心細いけど、僕は一人で行く。もしおこれを見つけたら、うん、その場で二人を呼ぶか、電話でも追っかけるからさ。めっちゃビビる。わかった。くれぐれも気をつけてね。ここ一応心霊スポットだから何かあったらすぐ私たちを呼んで、ああ、怖い。ビビってねえし、玉尾のことは私に任せて。くだお、生きて帰りなさいよ。じゃないと、私めちゃめちゃ怒るから、死亡フラグを立てるな、お前は。生きて帰りなさいよ。故郷に帰りなさいよ。やめてくれ。それは死亡フラグが建築されています。まずいです。怖くなっていました。歩いても歩いても、真っ暗な景色は変わらない。ひんやりした空気が漂うけど、全く心地のいいものではなかった。やっぱり、一人でこんな道を進むのは心細いな。一人で行くなんて言うんじゃなかった。ひだ道を振り返ってみるが、深い闇が虚しく広がっているだけ。ああ、生きて帰ったら、金輪際肝試しなんてやらないと誓ってやる。こんなのやっても何の得にもならないんだ。そんなことを考えながら歩いていると、僕は足元の少し飛び出た石につまずいてしまった。うわ。ああ、こけた。まるで幼い子供のように、べしゃりと音を上げながら地面へ転ぶ。くそ、僕ってばかっこ悪い。ああ、逆にこの姿を二人に見られなくてよかった、なんてね。なんで男がいる？大丈夫ですか？え？不意に親切な子供、言葉が僕へとかけられる。誰の声？今の男の声だよな。僕は声でありかを確かめるためにものすごい速さで顔を上げる。わ、ああ、転んだところから血は出てないみたいだね。なんかもやがかかってるよ。ご無事でよかったです。謎の青年。目の前に立っていた人物は20代後半くらいの少し頼りなさげなお兄さんだった。あ、え、もしかしてこのお兄さんもハイトンネルで肝試しをしてるのか？ん？肝試し？あー、肝試し、肝試し。そんなことをするためにここに来たような、そんな気持ちもちゃんとしとけお前。何しに来たここに。すみません。俺なんか忘れっぽくって。なんでここにいるのか覚えてないんですよね。大丈夫ですかあなた。たまたまここら辺はフラフラしないんだよ。偶然あなたに出会ったんですよ。なんで、この人大丈夫か？もしかして迷子？いい土地してお前。玉尾とサザネに連絡した方がいい気もするが、いやいや、それにしても、誰かに会うなんて何年ぶりでしょう。ちょっとその発言はちょっと違和感がすごいぞ。ああ、そうだそうだ。俺、長い間、ここから抜け出せなくて、ずっと寂しかったんです。衝撃の告白しました。はい。長い間、ここから抜け出せない。でもよかった。あなたに会えたから、もう寂しくありません。死ぬんかい？いや、何を言ってるんだ。意味がわからない。謎のお兄さんは、似たりと薄い笑みを浮かべながら、俺の体をひたボディタッチしてくるな。何これ？セクハラ？気持ち悪い。誰か助けて。これ心霊現象、多分もう誰も来ませんよ。あなたは、俺とここで一生暮らすんですから。ああ、よく見ると、可愛らしいお、そっちですか、あなた。ふふふふ、まずいです。さあ、俺と一緒に幸せになりましょう。無理。無理。アウトブルー。なんだよ、その、プロポーズみたいな、セリフは。怪しい青年のその一言を聞いた瞬間。僕は目の前が真っ白になった。目の前が真っ暗になったじゃなくて真っ白になっていく。音がでかい。音がでかい。音がでかい。鼓膜破れる。鼓膜破れる。銃で、よし。そして、どうか、僕のことは、絶対に探さないでくれ。死亡終わりですか。終了のお知らせ？多分終わったな。多分終わった。どこだ、ここ。どこですか？学校？女子生徒 A。ねえ、恋別第二トンネルっていうハイトンネルの心霊スポット知ってる？ああ、最近ネットで噂になってるやつでしょ？聞いたことある。一
一人で入ったら絶対に帰ってこれないとかなんとか。そうそう、男一人で入っちゃいけないらしいのよね。え、そうなの？なんで男性限定？なんだかちょっと本物幽霊がいますね、あそこには。さあ、それは詳しく知らないけど、でも、多分男好きの幽霊でも住み着いてるんじゃないのかしら。うん、そのまさか、うん、いるんだよ。ああ。え、何？会話下手か。やばい。グッドエンド。お幸せに。え、グッドエンドなのこれで。やばいね。男の幽霊とアイノス気づいちゃった。